はい、ナッシーカレンダー告知 VTR。 デーモン小倉みたいなのが2019年版カレンダーは壮大な物語。あ、めくる？毒リンゴを白いゲームしな。ああ、梨の妖精界が誇る豪華キャスト総出演。カレンダー初登場、ナッシー5号機。抜群の安定感、ふなっしー3号機。すごい豪華なもの。若きホープ、いや、島田頃、一緒にね、今年も行ったのかな。お、まさかの、それは4号機。そして、お、1号機。初号機だしょ。今や懐かしい。あ、2号機も。そうでしょ。だから1号から5号まで製造がいいだし。発売予定です。なぜいる？呼ばれてたんです。勝手に来たんです。今覚えてないです。はい、ぜひなし出演お楽しみに。拍手。さあ、ということでご覧いただきましたが、はい、これだけでもすごいたくさんの ねコスプレしましたね。いや、楽しみだしな。うん、でもね、なんかもう揃った時にちょっとした感動があったのしな。揃ったっていうのは、なんて言ったらいいんだろうな、1号から5号とかナシファミリーが揃った時の絵面がウルトラマンそのものだったのし。母もいてとか、セブンがいて。ウルトラマンか。横一列になった時。あ、そうだったでしょ。でも歴史を表してますからね、ウナッシーの。うん、ね、ちなみに今いろいろとパパーと見ていただきましたけど、ウナッシーが特に印象に残ったのは、ね、結構次がこう素敵だなと思ったのは、ベルバラみたいなこう巻き髪のね、うんうんうん、マリー・アントワネットってご存知だし、うん、ね、パンが食べられなきゃブリオッシュを食べればいいんじゃないみたいな、ね、ちょっと違うね。ブリオッシュでしょ。あ、実際は、実際、ね、ブリオッシュパンじゃないの。なんでもそれを言いたかったらしいです。ただしかも、こんなことここで言ってもどうでもいいんだけど、どうやらマリアントワネットは言っていない説があるらしい。あーねー、そう、なんか貴族、どっから貴族の娘が言ったことを本に書いたら、これはマリー・アントワネットに違いないって言われる、週刊誌みたいな感じだしな。勝手にやり玉にあげられちゃったらしいなし。あ、結構ね、一般に伝わってたパンがなければお菓子を食べればいいじゃないみたいな話とかが ね。そう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 。じゃあ性格悪くなかったのかな。見たいらしいよ、結構ね、契約とかもしてたらしいらしいよ。契約。そうそうそう。ちょっと無駄を省こうみたいなことも、うん、マリー・アントワネットやってたっていう説があります。こういう知識を持ってくるからフナッシー素晴らしいですよね。じゃあマリー・アントワネットと、うん、あとやっぱパッて見た時にクレオパトラ、ほらずっとやりたいって言ってたのもあってさ、ね、うん、まさかのね、うん、すごい上げた瞬間からもうブルゾンチーミだ、ココシの純子だ、すごい人でしょ。なるほどね。まあ見えなくはないけど、でもクレオパトラでしたよね。そうそうそう、似合ってたのしな。ね、ね、ごめん、私あんま学がなくて申し訳ないんですけど、クレオパトラって姫なの？あ、姫なしの女王なしな。女王。プトレマイオ朝の最後の女王なし。あ、旦那がカエサルとかなしよ。あー、カエサルね。なんか弟も虜にしたぐらいの美女みたいな話じゃなかった？そう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 。ねえ、すごい絶世の美女になったと、フナッシーが。ねえ。あとはなんだろう、フニャゴロウも一緒にいたやつだと、白雪姫がさ、うん、3なしで一つのストーリーになってた感じが。そうそうそう、うん、だからああいう感じで、うん、そのままなんだろう、うん、セットで絵本ができるなって思うぐらいファンタジックだったらしい。そうだよ ね、 ね、作っちゃえばいいのにね。うん、見たいですよね。ちょっと内容変えてね。うん、内容変えるの。白雪姫とかね。あれじゃ、毒リンゴじゃなくて毒なしみたいな感じ。それ見たいな、ちょっと面白そう。ねえ、これがまあちょっとまだ日に
日はね明確じゃなかったんですけど、はい、2018年秋、秋、はい、はい、ということなんで皆さんぜひ楽しみにしておいてください。はい、はい、さあということでカレンダーを見ていきましたが、続いてはですねこちらのコーナーに行きたいと思います。節目の1880歳を迎えるふなっしーに自らの梨人生を振り返ってもらいます。ふなっしーには事前に梨人生をグラフ化してきてもらっておりますので、書かされてますな。はい、じゃあこちら見ていただきましょう。ふなっしーの1880年を振り返る梨人生グラフ。まあ、梨である時点で人生ではない。そうし、梨だしな。はい、これそう、これさ折線でこうやって書くと、はい、わかるんだけど、右側の方でちょっとゴールドハングしてるらしいよ。ちょっと遡ったりもしてるらしいな。あー、で、これはあの実際にふなっしーが生まれた時からの世の中の歴史ってことですかね。うん、そう、あのね、ちょいちょいね、ナシュネア政界にいたんだけど、うん、あのこっそり修学旅行とかね、うん、現世旅行には来てたらしい。あー、すごい時代ばっかり来てるけどね。そうそうそう、ちょっと友達も増やせなきゃなと思ってね。あんまりね、ネットばっかやってないでね。まあ、そんな中で一番最初の印象が卑弥呼が活躍。そう、はい、だからあの、まあ、よく言うんだけど卑弥呼とはあの、うん、タメだったんで、あの同じクラスだったんですよ。本当ですよ、だって卑弥呼ちゃんに筆箱隠されたもん。悪いやつだな卑弥呼は。結構やっぱりグループの中でも権力あったらしい。こいつ力あんなと思ったら、もうなんか瞬く間日本仕切ってたから。すごいね、統率力が。あ、じゃあ友達にはなれなかったの。友達になんか、でもね、フラッシュは友達だと思ってたけど、うん、向こうはなんかあの、その他大勢みたいな感じだったんですよ。悲しいね、101歳の時。ね、あやくなんかあの、ちょっと中国行ってきてみたいなこと言われそうだったから、怖くなって帰ったらしい。で、まあ、事なきを得て。そうそう。はい。で、次が、ね、614歳の時に、はいはい、東大寺の大仏ができる。そうでした。これは600、そうそう、この辺ぐらいってことになるね。あのいいやつがいて、あの聖徳太子くんっていうやつがいて、そいつよかった。もう一緒にね、あのラーメンとか食べに行ったでしょ。あ、ラーメンあったこの子。あった、あった。あの東東から来たニューフードだみたいなね。これめっちゃ減ってんねんみたいな。関西弁やっぱり、ね、大阪だから関西弁だったらしい。太子くん。聖徳太子そんなだったんだ。そうそうそう。めっちゃ減ってんねんっていうことだ。お前らしなーとか。若かりし頃の話は太子くんとお友達だったらしい。そうなんだね。そう、で、大仏ができるところは見届けたの。あ、その時はね、ちょっと兄貴がちょっと骨折しちゃって。田んぼでザリガニ取りに行って、こう岩つかんだらバーッと落ちて、うん、ここちょっと折っちゃって、入院してたからちょっと帰ったらしいな、しゅんやせ。あー、お見舞いしにね。そうそうそう。あー、じゃあ大事なとこ見られなかったんだ。で、その2年後に鑑真が来てるんですが、日本に。ね、これ鑑真くんはどうなんですか。鑑真くんは、河原版でした。あ、来てんだみたいな。適当だな。ね、日本にとっては大ニュースだった。だとすごいもん、巷じゃもうすごい有名だったんでしょ。あー、そうなんだ。ね、わけ置いてた。もうあのベッカム来日ぐらいの感じだったんでしょ。すごかったんだから、カンジ君が。ガンジーみたいな、ガンジーはやみたいな、みんなポーズにしててさ、すごい新婚衆、新婚衆うるさかったよ。どんな。さ、そして、まあ、ちょっと日本から離れまして、はい、1002歳の時にアンコールワット建設と。ね。さあ、どう話す、ここは。これプロペンでしょ。あれね、作る時の設計士はまたこだわりがひどくて、うん、こう左右対称じゃなきゃダメだとかね。はいはいはい。これ違ったかな。まあ、いや。うん、そう。立ち会ったの。立ち会ったんですよ。大変もだ、アナコンダとかもマムシがいっぱいいて大変だったし。そう。出される食事も変なのばっかだったりしな。あー、苦労した。ちょっとそうパクチー切られたらどけながら食べたし。そしてこちらが平治の乱。平治の乱。平治の乱って読むの、ごめん。なんの乱。1021年平治の乱。あ、時代的に言うと、はい、平治の乱だから、これ時間の前でのしな、室町から鎌倉にかけてのしな。はい、だこの時はおそらく頼家さんがね、源頼家さんがちょっと、はい、おてんばだった頃だしな。ほう、そうそう。
で、夢に当たりそうだったところをカッと掴んで、パキッと取って、よし、危なかったな、しな。おそんなに活躍してるのに、歴史上に一個も船城の名前なんだ、どうしてそうですか、おかしいな。で、書いてくれるのに。で、1465歳までだとなぜかすごい最近のことのように感じるんですが、江戸幕府が開府465年、あ、5歳の時だから1603年ですね。1603年なんですよ、はい、そうなんですよ、関ヶ原の時に船氏はナシゲン政界の持ってきたスマホを落としたそう、スマホあったのも、そう、それを徳川家康の部下の本田忠勝が拾って届けてくれた。おそんな思い出しかない。ああ、すごい思い出ですけどね。昔の養成会はすごく早かったと、こう技術がね、ちょっと技術がね、すごいテクノロジーが発達してたでしょ。じゃあ、出汁の養成会からスマートフォンはつな来たんですね。そうそう、ジョブズにちょっと教えてあげた。あんな自分が開発した感じだったのに。そう、本当はね、ナシフォンだったけど、あいつ勝手にアップルに変えやがった。なあ、そっか。そう、ちくしょう、悔しいね。中間取られたみたいな。で、スマートフォンみたいなすごいものが梨の妖精界では出てたのに、人間界ではやっと1609年にガリレイが天体望遠鏡を発明します。あー、ガリレイね。でもね、ガリレイはすごく勉強熱心だったのしな。どういうところが。なんかね、市の図書館とか行くと必ずあいつ本読んでたのしよ。それは熱心だわ。ねえ、その時は恐竜の本ばっかり出てたのにね、もう急に天体に目覚めたのし、ちょっとどうしたのって聞いたら、はい、俺は空だって言い出したから、あ、ちょっと危ねえなと思って急に言ったのし。でも結果すごいこういうことしてますよ。大変だったんだから、この後は。あ、どうだったの。宗教裁判とかかけられてね。天動説、地動説を、撤回しろみたいなね。あー、違うって言われて。そうそう、うん、で、結局は結局変えちゃったんじゃないかな、ちょっと意志が弱かったから。あー、そうなんだ。そうそう、俺は地面だったって言い出して。よくわかんない、よくわかんないやつだったなし。でも偉大なやつだしな。そうね。そして、あれ、今年のカレンダーになるのかな、でも船氏がコスプレしました。1854年にはペリーが来航します。すごかったんだから。もう本当に、はい、この時からよ、日本のカフェブームがやったのが、そう、みんなコーヒーとか飲み始めた時代だし。あ、すごい。もう横浜がね、ワールドさ、なんかワールドカップやってるかのように沸き立ってて、でフナッシーは、そこで初めて馬車に乗ったのし。どうでした、乗り心地は。あ、最高だったのしな。ペリーのおかげだね。そうしな。ね、ペリーとの関係性はどうだった。ペリーはね、あったんだけども、すごくね、英語が彼堪能だったから、フナッシー言ってることは伝わんなかったのし。あー、そうなんだ。だからフナッシーは感謝の気持ちを込めて、サンキューペリーマッチって言ったら、それだけ怒ってくれた。いやー、涼しい気だってね。夏とかよかった。ありがとうフナッシー。大変だぞこれ。即興でこれやれって大変なんだからな。素晴らしい。先に教えとけ。さあ、そしていよいよですけども、はい、まあ、今から6年前、2012年になります。1874歳の時に船氏が、まあ、これまでちらほらとは来ていたけど、星をしっかり据えて地上降臨と、ね、はい、いやね、ツイッターやってたらね、みんながこっち来てこっち来てって言うからさ、うん、降りてみたらすごいまた天候が暑くなってて、大変なの、すぐ引き返そうと思ったけど、なんかテレビとかに出ちゃってね、いやー、痛かったよ、スッキリのね、加藤さんってね、次の日肩上がんなかったんだから。はい、投げられた相撲でね。そうそう、はい、嬉しかったけどね。うん、そのおかげもあってね、今ここでたくさんのお友達が来てくれてると、うん、あ、そんなしな、でも、ね、本当にこの久々にやってきてよかったなと思ったのし。ということでね、ちゃんと答えてくれた船氏に拍手。素晴らしい、屈しなかったね、一つ。大丈夫、大丈夫、はい。歴史を考えていきました。一応ね、はい、これは1公演目だけのお楽しみということで、2公演目また別の話なので、別ですね、ちょっと同じやつにしてよ。ダメだよもう。そんな2公演目も1から全部考えてよ、マジで。はい。さあ、ではですね、ここで、はい、まあ、
ふなっしー、ちょっと、ね、今お時間も結構、はい、もう本当は終了の時間。